どうも、キムです。どうも、カトゥーです。はい、今回は、なんと、僕たち、遊戯をやってるわけなんですけども、2019年10月の、リミットレギュレーションの予想をやっていきたいと思います。イェーイ！僕たちなりで結構考えたんです。はい。では、まず、何かで、よろしくお願いします。オーマイガッド、トゥカさん！はい、では、やっていきたいと思います。そう、では、まず、制限、禁止からいきたいと思います。禁止からいきます。僕なりの禁止の予想は、守護竜エルピ。守護竜エルピ。もう、これは、これはもう強すぎますね。だって、リンク先にこう向いてたらね、手札、デッキからドラゴン族飛んでくるんで。あと、なんかもう、消化ジョッキ、はい、なんかもう簡単なんですよ。だからもう、ここは禁止にして、環境をちょっと変えるみたいな。はい。で、その次が、僕はアガペイ。アガペイね。だって、あれですよね。リンク先に2個目取ったエクストラエキからドラゴン出る。もう無条件ドラゴン強すぎますね。で、ちょっと予想見てるんですけど、トポロジックがかかりそうです。トポロジックボマードラゴン。ボマーね。メインモンスターと全部発砲ぶっ壊せるね。それ。それです。主な理由とは。主な理由は先行ワンキル。まだ先行ワンキル。まあ、そうですよ。トポロジックを禁止にしないと、もうなんか、ずっと毎回。でもあれじゃない?3枚入れられるくらい。そう、だから一気に禁止。制限でも何もいいから。一気に禁止。やばい。お願いします。もう決まってると思う。では、制限いきます。サイバーネットマイニングです。あれはね、もう強すぎますよね。もうその一気に。たとえね、手札にドラゴネットがなくて、手札に聖杯の守護霊がいたとしても、それを使えば、手札の聖杯の守護霊を切って、ドラゴネットサーチみたいな。サイバースをもうサーチできるから、ね、強すぎるみたいな。もう次、僕は戦闘機エンゲージ。強すぎます。もう戦闘機はもう、これはもう絶対、ね。もうそろそろ戦闘機環境から消えてほしいぐらいです。はい、いや、でもあれはね。必要なんですよ、戦闘機使ってる人からしたら。もう最初からずっと環境トップで暴れてる。これはかわいそう。環境トップでずっと暴れてるから、そろそろ環境から消し合い。はい、では次。では、2、魔衝動です。魔衝動ね。魔衝動バーンがありますね、今。魔衝動。自由制限になったんですけど、まだそれでも強すぎると思うんですよ。それでも、もう大会とかでよく使われたりして、はい、なんか部活組んで僕は制限にしました。はい、はい、では次。生物の守護竜です。まあ今時のデッキは聖眼守護竜とかを除けば基本的に1枚しか入ってないと思うんですけど、僕の予想です。まあいや、もう今回の世界大会でもうものすごく採用されてたサーマングレートサークル、もう制限いっちゃいましょう。強すぎます。はい、もうあれガゼルを制限にしても、はい、もうサークルですぐに回収できるんで、はい、もういっそのこと制限に行けみたいな。世界大会見た？まだ中途半端みたいな。もう見てて寝てもうサラマングレートばっかり。では制限要素はここまで。続いて純正義いきます。純正義ドラゴネットです。ドラコネットね。もうドラゴン展開ね。いきなり制限いくらかわいそうなんで、まあ、一気にちょっと順みたいな感じで様子見で。で次、世界大会では禁止にされた増殖する G です。増殖じゃない、増殖する G です。もう海外では禁止なんで、もうちょこちょこ順にして制限にして禁止みたいな感じでいくんじゃないかなって。が順制限になってる増殖が2枚っていうのはね、ちょっとやっぱドローは強い。ドローですね。ドローは強いです。では2枚目、サンダーボルトです。もうサンダーボルト純正義にしちゃう。いや、だってサンダーボルトな、最近でも使ってる人おらんし、まあ、ハピーのかな、多いもん。普通モンスター破壊できても、破壊できたら効果とか、まあ、あんま使わん。一回採用したけど、全然使えませんでした。では、次は僕のわがままです。エレクトラゴン純正義にしろ。絶対ない。これは絶対ない。まあ、とりあえずこの理由は僕魔術師使ってるんですけど、エレクトラムをいきなり紙通とか召喚したときにやられたらになって、ほんでもうムカつくんで、もうとりあえず純正義にしてほしい。まあ 100% ないと思いますけど、お願いします。では次、緩和です。はい、緩和をいきます。神の通告を3枚。もうサブテラーは強い。
もう神仙、神系、神通できたら、じゃあ神仙、じゃあ神、神系、神仙できたら、もう神通になると思います。では次、ダークアームドドラゴン。もう銃声劇でもね、銃声劇でも何も使われてないから、もう緩和にしても何も大丈夫と思う。今の遊戯王で。では3枚目、超融合です。今なんかヒーロー流行ってる、ヒーローがなんかもう、あれ結構頑張ってきて、頑張ってというか流行ってるから、もうこのまま、超融合を3枚入れるようにしてヒーロー人気を高めようみたいな感じです。僕はサブテラに使いたいだけです。ラスト、デビルフランケンです。デビルフランケンね、ライフ5000払って融合モンスターでも、とりあえず今は神あれ一体でなんかすげえことできたような記憶もある。でももうファイアーオールかな、気になってるし。逆に俺ファイアーオールを解除してほしいな。ファイアーオール解除したらもうやばい。ではこれで終わりたいと思います。あれ解除した、当たってますよ。動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。概要欄にツイッターのリンクに載せるのでこちらの方もフォローしてください。次回の動画もどうぞよろしく。みんな一緒にせーの、ナマステー。